デーニッシュブルホルマーとは、デンマーク原産の牧牛犬種である。単に、ブロホルマーと呼ばれることもある。別名は、デーニッシュマスティフ初期の旧称はロイヤルスラクターフンド。16世紀に、イギリス王室から寄贈されたスーツ街の、イングリッシュマスティフが、本種の基礎になっている。これとデンマーク産の犬種を数種類交配させて、作出された。なお、 改良の際に気象が穏やかなもののみを選択して繁殖を行ってきたため、海外では現在もおとなしい性格の犬種として名高い。ブロホルマーは旧称の通り王室で牧牛犬として使われていた。もともとは王家のものしか飼育できない特別な犬種であったが、時が経つにつれて貴族や一般階級の人にも飼育されるようになっていった。 そして、牧牛犬としてだけでなく、番犬としても広く使われるようになり、人気を得た。しかし、二度の世界大戦により頭数は激減し、一時は、絶滅宣言が出されてしまったこともあった。だが、この宣言を不服としたニルス・フレデリック・セーヘステッド、白尺という愛好家が、デンマークのケネルクラブに再生活動を提案し、それを受けて1974年に、 純血の犬の創作活動が開始された。白爵本人も参加して、デンマーク中を飛び回り、その結果2頭の純血犬と、数十頭の純血に、とても近い犬を発見するに至った。この犬たちをもとにブリーディングを行い、他犬種の特徴を取り除いて、種として復活することができた。そしてスタンダードが、しっかり固定された1982年に、 不思議に公認犬種として登録された。この白尺の功績を記念し、本種に白尺の出身地にちなんだデーニッシュブロホルマーという長正式名称として付けられ、後世にその功績が伝えられるようにという犬種クラブと愛好家の感謝の思いが込められた。現在、ブロホルマーはヨーロッパで人気のある犬種で、ペットやショードッグとして多く飼育されている。 実用犬として飼育されるものは年々減少傾向にあるが人気は増加傾向にある。メディアを再生するマスティフ種の血を低い犬ではあるがそれほどがっしりしすぎた体型をしていない。筋肉質で引き締まった体つきで足とマズルは太く長い。顔つきは優しく口角はやや上がっている。首も長めで耳は俺耳をは太いたれオ コートはスムースコートで、毛色はフォーンやレッドなどの単色にホワイトのパッチが入ったもの。ブラックマスクを持つ犬もいる。体高はオス 75cm 前後、メス 70cm 前後で、体重は死ゆともに50から 60kg の大型犬。性格は恩和で優しく、友好的で平和主義を持つ。 攻撃的な性格はなく、他の犬とも仲良くすることができるほか、子供と遊ぶのも好きである。極端に攻撃することを嫌う性質のブロホルマーでは、あるが、家族に重大な危機が迫ったと感じた時のみに限って、相手を攻撃する。飼育しやすい犬ではあるが、力が強いため静止が効くようにしっかりとしつけておく、必要がある。運動量は多めである。 ありがとうございます。